人気アナウンサーになると、フリー転身の噂が絶えないが、現在、テレビ局関係者が熱視線を送る女子アナがいる。フジテレビの加藤綾子アナではなく、その後輩の山崎祐樹アナだ。キー局の局員が話す。彼女は、エビフライを作っていたら燃えたことがある。といった自虐的なトークで、笑いが取れるし、こう言ってハーレですが正統派美人じゃないのもいい。女性に対して嫌味じゃないので、とにかく好感度が高いんです。今の TV では欠かせない女性票を、多く持っているキユー、ケウ、な女子アナなんです。また、バラエティ番組を多数手掛けるディレクターは彼女の、魅力をこう説明する。性格的に思い切りがいい。ダウンタウンナウ、で共演者に、ピー音が入るから放送禁止用語を、いえ、と命じられた時、彼女は平然と言いのけていましたし、ワイドな B 面、ではビートたけしを、目の前にしてコマネチを披露していました。肝っ玉が座っているから見ている方も、すがすがしく感じるんですよね。そして何より、彼女が評価されているのは、他でもない、アナウンス力である。キー局の中堅局員が、語る。原稿読みや番組進行が、圧倒的にうまい。出演者に芸人が多ければ、自らボケていき、真面目なパートではしっかりとした声で、原稿を読み上げる。カトパン以上の万能方で、どんな番組でもハマるはず。もし彼女がフリーになったら真っ先に、手を挙げたい。果たして本人はいつ決断するのか。